丹羽五郎左衛門の城長姫、通称は麦穂と申します。以後お見知りおきくださいませ。私はし、そう警戒せんでいい。今日はもう抜き打ちで襲う真似はせん。状況次第ではな。変とは？何と問われれば、わからんとしか答えようがない。ですが私たちは、人を喰らうあやかしの存在として、奴らのことを鬼と呼んでおります。うむ、貴様の力を押し量るために、隠れて見聞しておった。貴様ほどの腕があるなら助けなど不要であろうに。抜かせ。それでも撃退してみせたのだ。貴様はそれほどの腕前、どこで手に入れた？奥さんたち？またわけのわからんことを言う。構わん。あれは私も追っているが、夜、しかも一度食事をしたら、しばらくは出てこない。おそらくな。常日頃から探索に人を割いてはいるし、何匹か成敗もしたが。一体何が目的なのか、どういう存在なのか、なかなか判明しません。気な、分かっておる。すぐに解決するならば手も打つが、それもできんとな。我らも精一杯のことはしておりますが、今のところは夜の外出を控えろと固唾するしかできませんから。機内を中心に噂を聞いていたが、昨今ではこの尾張や美濃にまで出現しているという。一体何者なのやら。いえ、クオン様に頼まれてあなたをお迎えに参ったのですよ。刺激的な散歩も十分楽しめたであろう。屋敷に戻るぞ、構造。起きろ、圭介。と、なんだ、起きてるではないか。ダミンを貪るほど無駄なことはないからな。それと圭介、我のことはクオンでよい。仮にも夫という立場になるのだからな、貴様は。うむ、おはようだ、ケンスケ。
今日はお城でクオンを前にして表情が開かれます。あなたのことはその時家中の者にお披露目することになるでしょう。お前を夫にするとお披露目するのだ。織田の家中は武闘派が多い。納得のいかないことは腕っぷしで解決するのが常だ。覚悟しておけ。そこは己で何とかせ。うん、良い覚悟だ。では行くぞ。そんなもの表情の後で食えばいい。ほら早くせ、行くぞ。表情とは領地の市政のため家老や侍大将たちから意見や提案を聞く場だな。立場や役職ということになるか。大まくその足軽組頭を数人まとめるのが侍大将で、その侍大将をまとめるのが家老や武将といったところか。その他にも納戸役や右筆、台所役など多くの役職があるが、当家ではそんな感じだと思っておけ。当然だ。他家には他家の状況があれば事情もある。それに即した組織になっているだろう。我が織田家は室町よりの慣例である頼親頼子に頼らず迅速に動けるように体制を変えたからな。他家とはかなり違う形になっているであろう。頼親とは大名に協力している有力豪族のことだ。その下にさらに規模の小さい勢力がつく。それが頼子だ。頼子は普段小作人を使って田を耕したり領地の運営をするのだが、一朝断るときは小作人を足軽にして頼親のもとに集う。頼親はその頼子をまとめ大名の下に集う。それを大名がまとめて軍とするのだ。いるが少数だな。なぜといえば兵を養うためには銭がかかる。多くの兵を常に雇っておけるほど銭に余裕のある家は少ない。